ちゃんを助けてあげて。お母さん、お姉ちゃん、まさかあなたはシアテ様。ずっと苦しそうなの。寝たきりの私よりずっと辛そうなの。今もずっと泣いているの。これはエンジンの記憶。天の炎が再現する残留思念。それとも。いたんですか。ずっと声が聞こえる誰かを探していたんですか。それならあなたはとてもかわいそうな人。私の代わりに。だけど綺麗なお母さんと優しいお姉ちゃんがいるくせに、自分が一番不幸そうな顔をして。あなたが知らない世界には、親に見捨てられてずっと一人ぼっちだった女の子なんていくらでもいるんです。家族のぬくもりなんて知らないで、惨めな思いもいっぱいして、それでも生きるしかなかった人が。シアテ様が伝えるんです。今までお母さんとお姉ちゃんに助けてもらったあなたが、今度はあなたが、あの人たちを助けなくちゃ。でもどうやって。リリの体を貸してあげます。好き放題叫んじゃって大丈夫です。だからシアテ様、目の前に立っていたエンジンを静かに抱き寄せる。死んでしまう。それでもいい。燃え尽きてもいい。灰になっても構わない。そう、いくらでも灰なんてかぶってやる。あの人が私を抱きしめてくれたように、今度は私が。
あなたの傷は私のもの。私の傷は私のもの。死んだエラ。お母さん。シアで、もう苦しまなくていいよ。もう休んでいいよ。私、お母さんに笑っていてほしい。ありがとう。お姉ちゃん、お花をいつもありがとう。私、お母さんたちのおかげで今も昔もずっと幸せだった。これ以上は留守い。残っていたエンジンたちが。ウェスタの巫女が束の間の眠りを与えた。来るがいい、眷属たち。抵抗しなければならないが、奇跡の続きを望みたくなった。巫女様、いえ、エスティア様。頑張れ、負けるな、二人とも。必ずエスティア様を助けに行きます。
第二の封印が解かれた。これで残るはあと一つ。